道館を守っていた芝氏巨匠石田三成は信じがたい光景を目にしていた。さらに芝氏は敵軍の中に最も身近なものの姿を見出していた。弟の芝翔である。弟は何らかの事情を抱えているのだろう。しかしそれは自分に課された使命と関わりのないこと。しばしは仲間たちの先頭に立ち、信念のもと動くならばその強さを戦場に示せ。認め信じるからこそ苛烈にぶつかることもある。交錯する思いが道館を大きく震わせた。ダッキと組んで攻めてくるとは腹が読めんな。向こうには芝将もいるみてえだな。話し合いでどうにかできたらいいだども。ダッキはかつてオロチの参謀を務めていた。だが理由がどうであれ剣を取る以上は敵。将来の言い分は戦場にて問おう。お前がそれでいいなら俺も依存はない。容赦なく叩き潰すまで。ぐずぐずしてはおれん。行くぞ。先導が人をたばかり兵を起こす。ダッキ、何が狙いだ。向こうには変な奴らじゃねえ、普通の奴もいるぞ。なんでだ、俺らたち普通の奴とも戦わなきゃならねえだか。何が起きようとしているのか。今はこの刃で問うほかあるのか。行くぞ。敵にどんな意図があれ打ち砕くまでだ。ダッキとそれに組みする者どもを撃て。いやん、宗師さんからやる気満々。皆さん、私をしっかり守ってね。やつらがダッキの組する異形像を私の剣にて見極めてやろう。エンデ、ダッキは道館に籠城中とのこと。小ざかしい。運兵を設置する。工作兵を呼べ。工作兵はすぐには来られまい。今は前線の砦を堅守するのだ。私の出る。一部まで戦うぞ。
散らかし、お前を倒す。もう終わりか。弱い敵将だ。ウィルを戻そう。
てる。アキを捕らえよ。立ち下がる者をまとめて撃て。信じてもらえないかもしれませんが、この後人間は強大な敵によって、はい、その未来を変えるために兄上たちの力を借りたと。荒唐無稽な話だが、ショー、その言葉は兄上、どうせそのようなことだろうと思っていた。宗妃と曹操は保険、俺たちが協力しよう。曹妃様と父上がお前の言葉に重きを置いた証だ。せいぜい期待に応えてみせ。しっ